何もギブできてないんだったら僕はおごるべきだと思う。自分で食ったものは自分で出せよっていう派もいる、必ずいると思うんで。はい、皆さんこんにちは、教育役の平野と申します。マネージャーです。この前カフェに行った時に近くに塾講師らしき方がいたんですねどんな人じゃなんかどんな会話してたら塾講師らしきって分かんない。なんか何々クラスがなんとかなんとかでとか、入塾がなんとかかんとかって言ってたんで、なるほどね、多分塾講師の上司と部下だと思うんですけど、上司の方が男性 で部下の方が女性だったんですけど、コーヒー一杯とかだったんですけど、男性の方がおごれなくてごめんねみたいな言ってたんですよ。仕事中上司はおごるべきなのか、おごられたい部下、おごられたくない部下、いろいろいると思うんですけれども、結構塾業界って先輩がおごるみたいなことが多いって聞いたんですけど、実際なんかそういう塾が多いんですか？あのね、このね、食べたもの、特に食べたものにしましょう。まあご飯でもいいしカフェでもいいんですけど、おごるかおごんないかってケチかケチじゃないかの問題じゃないと思って、あ、まあそういう観点で動いてる人もいると思うんですけど、人に何かあげるってのはギブっていう行為じゃないですか。英語に直すとギブアンドテイクっていう言葉ありますよね。で、何かその自分が上司として上に立つ人間として、そのいわゆる部下やスタッフに対してご飯をおごる、コーヒーをおごる以外で何もギブできてないんだったら僕はおごるべきだと思う。なんかその金で下のスタッフをなんかまとめてっていうのはなんかちょっとおかしくないですかって人もいるかもしれないんだけど、いや、上司である以上なんか何かをやっぱこうギブしないと、それはスキルだったりとか労働環境だったりとか、まあ同じ意味だけど働きやすい環境とか、そういうのをギブするからこそ、そのスタッフがその自分の知らないところで誰か面談してくれてて、その子が急に入塾になったりとか退塾だって言い出してたのを教師に報告する前にも止めて、こういう対処をして、教師にもこういう対処をして、結果大丈夫ですっていうのって帰ってきたりするんですよ。だから部下からのテイクじゃないですか。で、テイクが先かギブが先かって言ったら、そんなのギブが先に決まってるんで、ギブが先でギブ大量にねやった方が返ってくる可能性高いんで、で、与えられてるものが自分少ないなと思うんだったら、まあおごるべきかなと思います。実際自分は現場で働いてた時はどうでしたか？僕 の, あの先輩とか上司とかは非常に優秀な方で、僕に働きやすい環境もギブしてくれてたんだけど、あの食事もギブしてくれてましたね。なんか毎週あのみんな集まって、なんかね100人ぐらい集まる会議とかあるんだけど、それの代わりとか昼なんだけど、なんかやっぱでご飯食べるじゃん、なんかやっぱおごってくれてたね、やっぱね。別に おごってくれたから25取ろうと思ってるわけじゃないんだけど、まあ、何かをしてもらったから、うん、そうやっぱ、まあ、より頑張ろうみたいな、うん、より頑張ろうというねいやいや頑張ってんだよ普段からね、うん、なんか自分の中のその感じがもちろん頑張ってるから、自分の中ではグッともらえるぐらい働いてるってつもりなんだけど、これをベストぐらいまで持っていくには、やっぱなんかねギブしてあげないと、スタッフはやっぱねそのテイクの質がね変わってこないかなとは思いますね。一方的にテイクばっかり求めてたら、もうそれどんどん劣化していくかなと思うんで、何にもあげられてない人は、まあご飯ぐらいおごったらどうですかまあなんか、あと私が最近実際自分の会社であったことなんですけど、はい、同僚となんか夜ご飯行くことになったんですよ。で、上司に、あ、今度みんなで行ってくるんですよみたいな話したら、最近頑張ってるから領収書切っていいよみたいな言われて、ほう、で、そんなことあんまり言われたことないんですけど、そういうのもたまに嬉しいなって思います。あ、なるほどね今日ご飯食べに行くから、まあ5000円ぐらい出費するかなと思ったら、会社のお金で食べていいよって言われたから、おやっとみたいな。だから自分は行かなくても行っておいでよみたいな教室長がいたら、まあ嬉しい、まあいいよね、まあ、うん、なかなか教室長のね、その役職レベルではそういうのは難しいかもしれないですけどね。そういうのはもっと上の役職の方の仕事かもしれないですけど、まあ、まあ本来は仕事の関係なんで、自分のポケットマネーから何か出すっていうのはそんなにものすごいいい行為だとは思わないけれども、し、自分で食ったものは自分で出せよっていう派もいる、必ずいると思うんで、そんな当たり前じゃん、自分で食ったものは自分で払うなんて、まあ、もう当たり前の話なんだけど、これはギブにはなるので。ちなみに僕は1年目の先輩、いまだに連絡取ってます。はい、僕会社辞めちゃいました、先輩も会社辞めちゃいました、別々のもう
道を歩んでます。でも連絡取ってます。でその時に言われたのは、いつもご飯をおごってもらってすみません、たまには払いますって言ったら、大丈夫、自分に後輩ができたらその子におごってあげてって言われたんで、はい、わかりましたって言って、まあ、その先輩には1年間ずっとご飯をおごってもらってましたけど、自分にスタッフができた時、上の役職になった時っていうのは自分でやっぱり払うようにしてましたし、コーヒーおごったから、なんかご飯おごったから、アイスおごったから夕食一軒持ってこようとか別に言わないけどなんかそういうちっちゃいことが、なんかそういうテイクにはつながってくるかなと思います。でね、これどうしても納得いかない人はギブって言葉でもできるんで、お礼言うとか、お礼言うでいいんですよ、うん、もうね、超誠実にお礼を言うとか、もうこれも正直ギブだと思ってるんで、もうそういうのでね、返してくれる人も僕はいると思いますよ。で、あまりにも自分があげたギブよりもテイクが大きすぎる場合は、もっとでかいギブをあげましょうでその関係が続くと、もういい後者になってくるねっていう。ご飯をおごるのが多いか少ないかって話からだいぶ脱線したんだけど、ご飯をおごるぐらいしかギブできない人はご飯をおごりましょうそれが結論ですはい。で、会社の経費使えるのがあるんだったら、もうそこうまく回してやって、領収書切れるんだったら、そのちょっとお茶とかぐらいはなんか切れたらいいですよね。うん、と思いますね。フランチャイズの塾とかは比較的やりやすいんじゃないかなと思うんで、あらかじめオーナーに権限をいくら使ってもいいっていう権限をもらっておいて、領収書を切って自分がおごったような感じにするっていうのも手ではありますよねはい、まあまあまあ、いろいろ手を使ってみんなにギブしてみてください。その一個の手段がコーヒーだったりご飯だったりするよっていうところかなと思います。はい、参考になりました方、高評価チャンネル登録もよろしくお願いします。それではありがとうございました。